ジョージ・キャトレット・マーシャル・ジュニアは、アメリカ合衆国の政治家、軍人。最終階級は元帥。第二次世界大戦中の陸軍参謀総長として、アメリカを勝利に導き、戦後は、政治家として、ハリー・エストルーマン政権にて、第50代国務長官、第3代国防長官を歴任し、マーシャルプランによって、ヨーロッパ復興を指導した。ウストポイント以外の出身者として、 異礼の出世をしている。1880年12月31日にペンシルベニア州ユニオンタウン市に出生する。1901年にバージニア軍事大学を卒業し陸軍に入隊した。1917年にはフィリピン勤務等を経て少佐となり第一不評師団作戦協連担当参謀としてフランスに派遣される。1918年に ヨーロッパ派遣軍最高司令部勤務となり、作戦計画担当参謀として活躍。1919年には大佐に昇進し、ヨーロッパ派遣軍総司令官、ジョンパーシング大将の副官となったが大した軍港を立てることもなかった。第一次世界大戦終結頃には、上層部から軍人としての再閣に欠けていたとみなされ1920年には、少佐に降格される。 戦艦期には陸軍省勤務となり、主に教練プログラムの立案や国防大学の教官等重要性の低い仕事しか任されなかった。そうした中、太平洋の派遣確率を目指す対日戦略活動に関わり、約3年間に及ぶ中国駐在も経験することで出世の糸口をつかみ、1923年には中佐、 1933年には大佐となり、1936年に順将に昇進。第二次世界大戦勃発によって1939年には少々となり、アメリカが推進する対日戦争計画推進に積極的に関わることで、フランクリン・ルーズベルト大統領より一気に第15大陸軍参謀総長に指名される。参謀総長就任に伴い、 合わせて、大将に昇進。ソ連との戦いやイギリスからの戦略爆撃で、疲弊していたドイツに止めを刺すためのヨーロッパ、進行作戦の作戦計画を指導した。1943年には、タイム誌のマン・オブ・ザ・イヤーにも選ばれている。1944年12月、元帥となった。終戦間際、ダグラス・マッカーサー南西太平洋方面、総司令官や、 チェスター・ニミッツ太平洋艦隊司令長官とは異なり日本本土侵攻やソビエト連邦参戦の必要性を唱えた。終戦後、陸軍参謀総長の職を辞して軍を退いた。当時のアメリカは第二次大戦の真の勝利者として世界を共産主義勢力とに分割する形で各国の政治、軍事、経済に支配的な影響力を行使するための 冷戦体制構築に入っており、その関係で1945年12月、ハリー・エストルーマン大統領から中国における全権特使に任命された。中国国民党政府に莫大な支援を集中して、中国共産党を抑止しつつ、他方でアメリカによる、さらなる、中国の工業及び農業改革の復興援助を、交渉として提示して、 国民党に情報を迫ることによって国境両党を統一交渉のテーブルにつかせようとしたのである。マーシャルは国民党が軍事手段で共産党を圧迫しようとすれば国民政府の崩壊をもって終わり中国に共産党の支配をもたらすであろうと見ていた。そこで彼は共産党を含めた連立政府を樹立し双方の軍隊を国民軍に統一するという 計画をもって乗り込んできたのである。マーシャル使節団は国民党と共産党の和解のためにひたすら奔走した。共産党を少数派として政府に参加させることで彼らを認め彼らの敵対性を除去することを考えた。マーシャルは中国国民から平和の人としてもてはやされた。超おさむ中、マーシャル、週恩来1946年1月。 国民党の長軍、共産党の周恩来と三者会談を行い、停戦協定を発表して、軍事庁ところ執行部も成立した。2月25日の基本法案によると、陸海空三軍の最高統帥者が中華民国政府主席であることを再確認した上で、1年以内にその陸上兵力を国民党軍90個師団、共産党軍18個師団に削減し、 さらにその半年後には、それぞれ50個師団と10個師団にまで縮小することが取り決めされていた。しかし、紹介席は内戦を起こしたため、マーシャルは本国に召喚した。1947年、国務長官に就任。21日就任。同年6月5日に、ハーバード大学の卒業式で講演し、後にマーシャルプランとして知られるようになる。 ヨーロッパ復興計画の概略を発表した。また、アジア方面では、特に対中政策で国境内戦に深く関与することになる。外交問題評議会や太平洋問題調査会に所属していた彼は、自らの中国復興計画と和平調停を破綻させたことへの制裁としてアメリカ議会が決定した。 国民党への支援を遅延させるなど共産党を利するような行動を取り続けた。これは後に国務省内部に共産主義者が救っているという共和党のジョセフ・マッカーシーら反共強硬派の根拠となり、マッカーシズムにまで発展することになる。1949年、国務省を退きアメリカ赤十字社総裁に就任。 朝鮮戦争中の1950年9月には軍人の就任を避けることを目的とした国家安全保障法に対して特例まで承認された上で国防長官となるが翌年9月に辞任し公務を引退したマーシャルプランの立案実行により1953年にはノーベル平和賞を受賞1959年に死去した アーリントン国立墓地に埋葬された。去年78。フリーメイソンだった。軍の最高位に出世できたことを誇りに思っている。反面、よく言っても、大変堅物。悪く言えば柔軟性に欠けた性格の持ち主で、閣僚にさえ、ファーストネームで呼ばせなかった。ハリー・エストルーマンに、ジョージと呼んでいいかと尋ねられても、いいえ マーシャル将軍とお呼びください。閣下と答えたという、ありがとうございます。